どうも、HP2000 を超えることができる、ナイトのニャンニャンクリーパーです。今回はバフラウの方に向かってみたいと思います。はい。HP2000 ナイトっていうのは、当時は、HP 高い方のナイトだったと思うんですけど、多分今はそんなことないですよね。普通に2000超えは当たり前になってんじゃないかと思いますけど、いいアイテム出てるでしょうし。はい。一応人は、いるみたいですね。何かレベル上げでもしているのか、それとも新しいコンテンツがここからいけるのかだとは思いますが、どうでしょうね。アトルガンの方からいけるってことはないでしょうけど、ないと予測しているんですけれども、ここもよくレベル上げで使ってましたね。確か雲同士は リンクしたかな、したかもしれないですね。獣使いとかレベル上げしてたところを見たことがありますし、ちょっとしたね、経験値稼ぎとかでちょこちょこ殴り殺してたことがあるんで、アトルガン戦績とかもいろいろアトルガンの貨幣に変えたりしてましたよね。今とりあえずナイトでいい装備たくさんあるでしょうし、 HP アップ装備ですかね。当時はボムクイーンリングとかメディーナとかリング、あれで HP が75とか90とか上がってましたけど、もう今だったら普通に200、300上がる装備があってもおかしくないですよね。レリックが片手剣スキル200いくつみたいな、プラス200いくつとかあるぐらいですから、もう装備品のインフレですよね、ある意味。あと、ここからはちょっといろいろなダンジョンに行ける入り口があったり、アルザベにも、アトルガの城門に戻れたりするとこもあるのかな。ここもレベル上げでよく使ってたエリアの一つですね。どちらかというとワジャームの方に行くことが多かったんで、ここもクエストとか何かの通り道で通ったぐらいだったとは思います。何か一番端っこの方で木のエンネームだかがいたような気がしますが、こいつら関係のエンネームだったかな。ここから結局どこに行けたのかが思い出せないんですよね。何かこう入り口を守ってる青魔導士みたいな不滅隊がいて、とりあえず階級かもしくはミッションを進めないと入れなくて、入った先が何かこう何でしょう、なんかの宮殿みたいなエリア、サルページでよく使ってた、そんなエリアに続いてたんじゃないかなと思います。もしくはゼオルム火山でしたっけ、あそこに行く道があるのかな。死の軍団だけはナシモ側から来るんでしたっけ。ナシモ側っていうか、ここ通ってくるんじゃないかな。ビシージが初めて、実装された時って、敵が町まで進行してこなきゃ始まらないんですけど、この通り道、それ、奴らが進行してくるんですよね。で、それを倒しちゃって、要するにアルズバイが襲われる前に敵を追い返しちゃうと。そういったことができるんですよ。ところが、その時、それやっちゃうと、品種を買ってたんですね。誰かが追い返したから来なかった、みたいな。どうなんでしょうね。それはそれで一つの手だとは思うんですけど、守るための。特に人が少ない時とかはそうすべきですよね。あと、このサーバーでは、囚われた NPC を毎回解放しに行ってる人がいたらしいですね。こっからですね。この先に何があったのか。
とりあえず入れましたが、アルザダールなんとか遺跡でしたっけ。あ、これ懐かしいグラフィックですよ。アルザダール海底遺跡群。ああ、ここ、サルベージでよく見たエリアですよね。いや、あれはあれで大変でした。大変だったけど楽しかった。あれ、下手したら最初みんな裸から始まるんでしたっけ。おっと、ギアだ。とてとて、うわうわ、こんな高レベルエリアだったんですね。ここを経由していろんなところに行けたんでしたっけ。あ、なんかサルベージ入るにもなんかここを経由していたような気もしなくもないですね。この辺りはどうしても記憶に残らない感じですね、私の方では。もうなんだかわかんないです。なんだろうこれ。なんか NM とかも狙ってたような気もするんだけども。あんまり常駐した記憶もないから。NM ハンターとしてハントはしてないとは思います。ちょっとこれ以上の散策は難しいかなとは思いましたので、はい。今回のバフラウの散策動画、ちょっとこっちまで来ちゃいましたけど、はい。以上となります。